シレネはバルカン半島、特にクロアチア、セルビア、マケドニア、ブルガリア、ルーマニア、アルバニア、モンテネグロ、さらにイスラエル等で作られる塩漬けチーズの一種である。ヤギジチ、羊乳、牛乳、またはそれらの混合から作られる。若干もろく、含水率は約52から54%、乾燥質量中の脂肪含量は、 約44から48%である。キメの粗いブロック状に作られる。そのまま食べたり、サラダや焼き料理に使われる。ブルガリアでは、シレネという言葉は、チーズ全般を指すが、この地域で作られる塩漬けチーズを特定して指す場合もある。ショップスカサラダを作る材料ヨーグルトやシレネは、バルカン半島諸国の国民食であり、地域によって様々な種類が存在する。 ルーマニア、マケドニア、ブルガリア、ボスニア、セルビア、クロアチア、モンテネグロ、アルバニアの人々はヨーグルトやシレネを様々な形態で常食する。シレネを用いた伝統的な料理には以下のようなものがある。その他、前菜としても食べられる。バルカン半島の多くの国ではシレネに似たようなチーズがあり、おののの名前で知られる。現地の人々は似たチーズの違いを よく認識している。違いの例としては、各々の地域での羊やヤギの種類や餌の違いがあり、チーズの味や食感に影響を与える。ありがとうございます。